藤田美術館は大阪市宮古島区房島町にある東洋古美術を中心とした大阪府の登録博物館である。常設展示は行っておらず、春と秋に3ヶ月ずつ企画展の形でのみ、開館するのが特徴である。運営は公益財団法人藤田美術館。2017年6月12日よりリニューアルのため、長期休館し、2022年4月再開の 予定である。藤田伝三郎展示室光幸安しぐれて実業家で男爵であった藤田伝三郎、その長男の藤田平太郎、伝三郎の次男の藤田徳次郎のコレクションを展示している。戦後間もなく、日本銀行に担保として抑えられていたが、藤田工業常務の小川英一によって、散逸を免れる。1951年財団法人。 藤田美術館として法人化、美術館の開館は1954年5月であった。なお2013年10月、公益財団法人に移行した。藤田伝三郎は、西南戦争で距離を得、藤田組を設立した、明治時代の関西財界の重鎮であった。骨頭収集の面でも関西第一と言われ、その豪快なカイプリは伝説化している。殿三郎の没後、 昭和初期に藤田家造品の売り立てが3回行われ、この時売却された蔵品には現在各地の美術館に収まっている名品が目白押しであった。それでもなお現在の藤田美術館には国宝9件、国の重要文化財53件を含む名品が数千点所蔵されており、藤田やコレクション全体の規模の大きさが想像される。藤田美術館の所在地は 多くの蔵が並んでいた藤竹本邸の跡地である。大工闘領今井平七の指揮の下建てられた藤竹は明治末期の建設時、関西で最大級の和風邸宅であった。邸宅内には30を超す茶室があった。敷地内には本邸、西邸、東邸とあったが、東邸と本邸の表門と多数の蔵、そして和歌山県高野山の光大院から移築して、 新たに銅板武器にした他砲塔を除き、1945年6月7日の第3回大阪大空襲によりすべて消失。現在は京都大学の日々忠彦設計の日本最初期の鉄筋コンクリート像を改装した建物が展示館として使用されているが、収蔵品の質、量に比してやや手狭であることは否めない。展示室スペース不足から春、 秋の特別展の際にのみ収蔵品を選んで展示する形態となっている。玄関長の藤滝氏は、伝三郎から数えて5代目の子孫である。2018年4月1日現在、展示室の建て替えのため閉館中である。藤田屋敷跡の庭園は、現在は藤田屋敷跡公園となっている。園内に滝を配置するなど、特徴のある庭園である。 この庭園は戦後放置され鬱蒼とした森となって、いたのを JR 東西線建設工事時に建設基地として使われるために木が伐採され、東西線開業後に大阪市によって公園として整備されたものである。藤田屋敷跡公園は隣接する桜宮公園とは異なり、夕方以降は閉門され、夜間は入園することができない。 美術館は1年の半分は休館しているが、藤田屋敷跡公園は通年入場することができる。藤田家本邸は1912年に当地にあった大長寺の敷地を明治18年の淀川洪水後に買収して建てられた。美術館正門は当時の三門がそのまま残っているとされるが、実際は違う。大長寺は近松門左衛門の新獣天網まで小春。 自閉が侵入した場所である。この時大長寺は、現在地の北に300メートルほどの宮古島区、中野町に町目に移転し、小春、自兵を供養する、肥奥塚も同時に移転したのである。従って、本来の、新入天皇島の舞台は、藤田美術館並びに、藤田屋敷屋と公園である。紫式部日記へ言葉一条天皇の、土見門定行校に備え、 新造の竜図撃手の船を見聞する、藤原道長玄城三蔵絵巻四より、新宗秘書サイモン新月図領部大行監督図に、当のうち前昔古金属王東家監督図領部、大行監督図に当のうち流明南天鉄塔内、総称図用編天目蛇湾二区独馬刑供箱、天拠、二千年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による、 2017年3月15日、クリスティーズの山口カツとの交渉の末、収蔵品の陳博ヒ作、ロック・ルーズや、紀元前13から11世紀に作られた、青銅器、青銅儀主刀鉄文カタソンなどの中国美術品31点を、同社のニューヨークのオークションに出品。うち29点が落札され、落札額の総計は、当初の想定額の大きく上回る。 約2億6280万ドルに達し、東洋美術における一度のオークション市場で最高額を記録した。美術館はオークションで調達した資金を施設の建て替えやコレクションの充実に充てるとしている。2022年4月までの予定で長期休館中。ハッとか公式サイト、別冊太陽100号、101人の小美術、P18。 別冊対応100号、101人の小美術、P18、大川光夫藤田大島邸の概要と、大工東梁今井平七について、日本建築学会計画系論文集、第526号、社団法人日本建築学会、1999年12月30日、251から257ページ、イド千百億四百六十五万百六十四 野尻忠だ藤田美術館、薬師寺保科書像の大般若行について、奈良国立博物館朝日新聞社編集、発行、天竺へ、山蔵法師3万キロの旅2011年7月16日、ピアニッシモ206から208。平成22年6月29日文部科学省、国時第98号平成27年9月49日文部科学省。 国時代137号平成30年10月31日文部科学省、国時代208号301億円。藤田美術館の中国書画など29点。落札読売オンライン2017年3月19日。閲覧。藤田美術館トピックス山口勝さん。ありがとうございます。